こんにちは。セリアでいろいろなキッチングッズを購入しましたのでご紹介します。まずはおかずカップ収納ケースです。4つのサイズのカップが入ります。左上から6号、9号、8号です。右上には角型かあとピックなどを入れられます。仕切りがついてるのが便利なんですよね。引き出しの中に入れてるとね、やっぱりあっちこっち行ってしまうんでね。ずっと欲しかったアイテムです。次は透明のおかずカップです。8号で55枚入っています。電子レンジで使用可能です。この透明カップ、もう3年以上前からずっと欲しかったんですけども、100均では今まで売ってなかったんですよね。ずっと探してたんですけどね。で、Amazon とかネットでは購入できるんですけど、枚数がかなり多いんですよね。ですんで躊躇してたんですが、やっと100均で見つけました。アルミのカップとまた雰囲気が変わってとても気に入っています。今は夫のお弁当と、毎日ではないですけど私のお弁当、あと週末には娘、息子のお弁当を作っています。来年はもう毎日のように娘のお弁当も作らないとダメなんですね。こんな風に一ケースにまとめておくととても使いやすいですね。重宝しています。こちらもずっと欲しかった商品です。おにぎり押し型です。ついついおにぎりを作るときってラップで作るんですよね。なのでそれももったいないですし、この綺麗なおにぎりがね、作りたいなと思って購入しました。こちらね、梅干しなどを入れる穴必要ないようでしたら、そちら取り外しできます。ちょうどいい大きさなんですよね、はい、後ほど洗ってからね、使ってみますね。はい、そしてこちらコンビニおむすびフィルム、こちら使われたことございますか？かわいいですよね。いや、コンビニのおにぎりね、うちの子たち大好きなんでね、ちょっとこれでね、雰囲気出してみようかなと思って買ってみました。耐熱温度80度、耐冷温度マイナス10度です。6枚入りです。ホワイトとグレー各3枚と、あとシールがついています。こちらがグレーですね。中に白も入っていますね。ではこちら早速使ってみますね。おにぎりケース洗ってきました。ではこちらにご飯を詰めて、綺麗な三角おにぎりを作りたいと思います。たっぷり詰めてますけど、ちょっと詰めすぎですね、今思うと。まだ詰め込んでますね。欲張りですね。両方にご飯を詰めましたら、上からケースを押し込みます。まあね、大きくて硬いしっかりとしたおにぎりを作るにはこれぐらい入れても大丈夫です。かなりはみ出してますけどね。蓋を外すと、梅干し等をね、おかずを入れれる穴が開いてますね。この穴必要ないようでしたらね、ポチッと外すとこういう穴開けないようにできますんでね。あとはこちらお皿等にですね、移すだけで完成です。三角の綺麗なおにぎりができて感激です。結構多めに入れた方がギュッと押せてね、綺麗なおにぎりになるかと思います。梅干しも穴が開いてるところに入れるんでね、きれいく簡単に置けますね。ではこちらのコンビニおにぎり用の袋に入れたいと思います。とても簡単です。こんな風に、ね、開くんで、そこにまず海苔を入れます。中心部に入るように入れると、やっぱりきれいく出来上がりますね。今回はちょっとお試しで作ってみたので、ラップをしたままで作りました。おにぎりも中心に線が入ってますね。そこに合わせて、まず立てておいてからコテンと倒して、あとは半分に折って折り込むだけで完成です。最後にシールで留めます。
あ、とっても可愛いですね。大満足です。息子が週末に試合があったんで、その時にね、軽食でいつもおにぎり持っていくんですけども、このフィルムを使っておにぎりを持たせました。パリッと食べれて喜んでいましたね。ご飯は冷めてからこんな風に包むようにしてください。そうしますと、あの海苔がパリッとします。猫ちゃんの耳のついたキッチンバサミです。キッチンバサミはよく使うので、100円で買えて、しかも可愛かったんでね、買ってみました。これももう今じゃんじゃん使ってるんですけどね、切れ味も普通ぐらいによくってね、重宝しています。耐熱温度100度、耐冷温度マイナス20度です。シリコンラップ購入しました。18センチです。電子レンジで使えますね。あと食洗機乾燥機 OK です。瓶の蓋開けとか滑り止めにも使えます。耐熱温度180度、耐冷温度マイナス10度です。16×16cm です。やっぱりね、ラップはよく使うんでね、エコにもなりますし、購入しました。少し小さかったかなとも思うんですけども、セリアにはね、このタイプはこのサイズしかなかったんでね。で、突起面を上にして、伸ばして貼り付けます。かぶせるだけでいいんでしたらね、別にもっと大きいサイズのお皿にも使えますね。ぎゅっと留めようと思うと、少し小さめの方がピタッとくっつきますね。冷蔵庫での保管にももちろん使えますし、レンジでも使えますんでね、重宝すると思います。ケイソードスプーン購入しました。塩に入れようと思って購入しました。吸水性があるんでね、サラサラの塩を保っているので便利ですよね。何度もリピートしています。お気をつけいただきたいのは、ご存知の方も多いと思うんですけども、砂糖には使えませんのでね、砂糖はあの乾燥しすぎても固まりますんでね、こちらに塩でお願いします。猫と魚のスポンジ購入しました。もうこれは可愛いというだけで購入しましたね。でも4つも入ってますし、サイズも大きめですし、お買い得じゃないかなと思います。カラーも可愛いですよね。グリーンとグレーですし、最近グレー系、白とか黒グレーが多かったんですけども、このグリーンもね、ちょっと可愛いなと思ってね、惹かれましたね。可愛い猫と魚、ちょっと気分が明るくなりますよね。猫グッズ、ほんと増えましたね。そしてゴム手袋ですね。もう私は手が荒れるので、ゴム手袋は必須です。48センチでかなり長いタイプです。これで100円ってお買い得だと思いますね。最近は100均のこういうゴム手袋でも200円とかするのありますのでね。耐熱温度60度、耐冷温度マイナス30度です。冬場は長いタイプはありがたいですね。長袖でやっぱり着ますので、裾がね、濡れたりよくするんですよね。すると寒いんで、はい、これは重宝しますね。大体 L サイズを購入するんですけども、やっぱりちょっとね、ブカブカするんですね。迷うんですけども、 M だとこう外すときにピタッとついてピッて取るのが手がザラッとして痛いんですよね。でね、今回は L サイズ購入しました。右に映ってる黒の猫ちゃんのひっつけるタイプのスポンジ、以前のセリアの動画でご紹介したんですけど、重宝してますね。やっぱりこうやってピタッとまだまだね、つけれますしね、つけれると掃除が便利ですしね、水切りもできますしね。猫と魚でとても可愛いですね。ラストはワンコ用のお散歩ライトです。ちょっとね、キッチン用品じゃないんですけども、こちらも購入しましたんでご紹介いたします。最近は日が落ちるのが早いですしね、もう暗い時に散歩することが多いんで、ワンコは黒いんでね、ちょっと危ないなとずっと思ってたんで、購入できてよかったです。こ
これ早速使ってるんですけども、うちのワンコはチワワなんで小さいので、ちょっとねピカ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 とこう眩しすぎるかなと思ってね、点灯ができるんですけど、点灯というかこう点滅ですね、点滅はさせずにずっと点灯、このタイプですね、これだけでつけてるんですけども、ちょっと眩しそうな気がして、後ろにぐるーんと回して止めようかなと今思っています。はい、以上です。少しでも良いと思ってくださったなら高評価を、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。